見える、その先には広がる未来の僕らの急な縛り色の生活以外考えられない、そりゃ妄想、人にそう言われても構いやしない、勘ぐれば勘ぐるほど君にハマってる、オッケー、燃え散らされてる一人で、連絡がない夜には片手に携帯持って、はい、着きました。着きました。無事ね、到着して。来たね。楽しみです。天気がいいのが待ってね。また改めてどうですか、今登る前の心境。登る前の形から入る方なんで、ウェアもしっかり組んで、これ使えるのも嬉しいし、もういよいよね、元レムリアにね、一歩足を踏み入れていくのが楽しみで仕方ないです。行く前の顔と降りてきた顔全然違うから、うん、じゃあぜひビフォーアフターで、そうそうビフォーアフターでお願いします。撮ってきましょう。どうしよう、行った後のが疲れた。ゲスト、多分テンション上がってるよね、うん、上がってるかな。この前もカマちゃんそうだった、うん、顔変わってたもん。で私、うん、去年沖縄行った時にそういう現象本当にあって、うん、顔変わってたんですよ、うん、自分でも分かるぐらい。そういうことがあるっていうのは分かってるんで、うん、すごい楽しみですね。よし、じゃあ今日は3月3日、はい、来ましたよ。来ました。もう新しい始まりだよ。始まりの、うん、スタート。スタート。これからね、いろんなことが起きてくると思うんで、はい、その挨拶と洗礼と、はい、本当の襲名ですよ。はい、犬田姫、はい、襲名になります、ね。楽しみです、ね。じゃあ行きましょうか。はい、ね、お願いします。はい、行ってきます。行ってきます。はい、こんにちは。こんにちは。本日2020年3月4日ここ僕たち2人で今日は双子山に来ております。昨日はね、僕と嫁と猿田彦さん3人で来たんですけど、昨日ちょっと体調がね、木地田彦さん崩れちゃって、あ、残念があってたんですけど、今日よく思ったら俺昼から行けるぞと、あきちゃん行きますかと。今こういうコロナのね、あれでちょうどお休みがあったりで、ちょうど2人の都合があったんで、まあ、今日はあの残りの2人は来れないんですけど、襲名式を行きたいと思います。はい、心境どうですか、今の登る前の。寒いです。あったかけになりましたということで、ね、ちょっと緊張せずに、緊張せずに、はいはい、ゆっくり行きましょう。ゆっくり行きたいと思いますんで、はい、行った後と帰った後の心境をね、またその都度聞いていきたいと思います。ではまた会いましょう。はい、そう、行く前の麓っていうのは重力がずっしりくるから体がすごい重いの。それは現在過去未来ってあるじゃん。で、自分の思いがこう横軸になってると、その過去の思いとか未来の心配とかの思いが体にまとわりついて、すごい重力が重いんだけど、歩いてるうちに反転して現在過去未来が同時進行になるところがな、ね、うん、中居間に入ると体が軽くなるんだ。ここの階段が一番体重くなる。まず洗礼をね。もう疲れた。もうこの世が周波数で見えるようになるから。しかも白波
うん、だって説明聞いていくと意識がよりそういう方向に行くからよりね、そうなっていくよと分かってる人と行くってんだからね、ね、大事よね、はい、挟まれてっから今日は、これからもうサザレ市の門、エネルギーすごいよ、こっちとあとあっちほらこれ上ほら、これさっき見てたやつですか、いやこれじゃない、この奥なんだけど、これ盆地、すごいよこの岩がすごい、これはねすごいです、この奥がさっき見せたやつだ、あるな、やっぱり、いやもっとあるよ、もっとあるか、50か60あるんじゃない、頂上さ誰か登ってそうだな、これ登ってはいるんでしょうね、なんか上に塚とかありそうだわな、この山主義って書いてある、案内図の、そうだよ、北西だね、北西だと夏至の夕日、北西、そう夏至の夕日、これ持ってて、あ、分かりました、うん、俺ちょっと覚えた、おう、夏至の夕日、北東から北西にね、夏至は、これ何ですか、うん、これどれ、これ木、これそれ岩でしょ、うん、木がぐわーってなんかめくれてる感じするよね、もう木と石が連動してる、まあ、加工されてんじゃない、これすっごいじゃん、この目、このくぼみがめっちゃ、これ目なのよ、デザインされてるってことですよね、すごいじゃん、なんかすごいよ、この周波数すごいでしょ、これがどんな人間よりもやっぱ一番その真理の周波数だから、こんなにゴロゴロ岩があるのなんか初めてみたいな気がします、まあなかなかここまでの聖地ってないから、不思議な空間ですね、世界最高峰だよ、あ、よかったよかった、気持ちいいね、なんかさ、下界のさ、ドロドロした空気がさ、一気にここで健やかに変わるよね、すごい空気が美味しい、何もドロドロしたもの感じないでしょ、なんかこの前より体軽いね、うん、それは俺も思う、うん、この前もうちょっと重たかったよ、これだけ私も落ちたんだよ、今から出発します、うん、この岩の情景見えますか、うん、ね、人住んでるよねここ、うん、秋ちゃん自身も来た人はみんな感じますけど、うん、見えないものがこう立体的に見えない 3D 映像として、うん、あるあるある、感じるでしょ、うん、これね不思議とみんな同じこと言うの、僕もそういう能力ないけど、ね、見えたの、うん、来たら、ね、ね、これねこういうゾーンがいっぱいあるんで、うん、散策していきましょう、あの、まあ、ここはまだね、思い出すよ、秋ちゃんも元秋町、国崎町出身でね、うん、こういう自然に囲まれて生活してたんで、僕もね実家は大分県宇佐市の阿蘇っていうところで、山しかない、院内とかね自分の方なんですけどね、よいしょ、今日はね手袋忘れちゃって、まあいいですけど、
一歩ずつ歩んでいきたいと思います。レムリアがこの石とかを自在に操る文明で、そこから日本を作って、ほんで釈迦の方にインドに行ったりとかしてるから、釈迦とかもやっぱりこの石をすごい根源的なものとしてるからさ、石仏置くじゃん。やっぱこっから来てんだよ仏教って。これなんでね、こうバラバラの位置にこう置いてるじゃないですか、うん、なんでこの位置にしたんだろうっていう。全部意味あるんでしょう、ね、意味あるんでしょうね、うん、この場所に。そのね、エネルギーの流れだったり、そういうの見えてたんでしょうね。そう、はっきりここしかないって ね、うん、ね、全部意味あるから。すごいですね。はい、ここがね、百体観音です。これは百体観音、うん、でここに針の耳ってあって、古代の人たちが、僕たちが通過儀礼の一つとしてしっかりとこの通り行けばいいっていうものを残してくれてるんですね。女性でいう参道をね、表してます、過去のね、辛かったいろんな経験、そういったものも、決して無駄ではなかったので、そこに感謝して、でも新しい自分に生まれ変わる、そういったものに通過儀礼になってると思います。じゃあ僕から行きます。通過のトンネルだから、この参道を通って鬼のせわりの女性器を通って生まれ変わるの、うんうんうん、新しい自分に。ちょっと待ってね、俺が通ってから、はい、よいしょ。どう、頭ぶつけないようにね。あ、頭ね、はい、よいしょ。ここだ、結構狭い、よいしょ。カバンが引っかかる。はい、通りましたね。参道抜けました。嬉しい。これ通るときに周波数を全部これで落として、意味あるんでしょうね、絶対。そのために作ってるから。ねー、はい、あー、じゃあ、はい、2回目これ2回生まれ変わった。はい、どうぞ。問題ない？引っ張ってきたわけね、最後最後。あっちのみんな置いてきてるから、だからあっちの児童さんがいっぱいあるのかな。うん。置いてきなさいってことで。ああ、こっちはいい、透き通ってる。全然違う？エネルギーが。あっちやばい。だからお児童さんでね。うん。こうしてあげてるんだろうね。百体観音を通じて邪気がね、来ないように。うん、そうそうそう。そしてあっち の神様も微笑んでるから、こっち側のほら。あ、本当やね。微笑んでる、向こうは、ね、微笑んでます。微笑んでくれてます。邪気が強いわ。あっちのこの世とあの世のここ境目でね。あそこにはちょっと降りきらない。アキちゃんはね、すごくそういうエネルギーを感じやすい人なんで、やっぱ違いました。全然違う。行く前にどんな心境だったの？もう体がもう気持ち悪いぐらい、こうもう痛くない感じ、うんうん、もうなんかあの仏様に見張られてる感じ、うん、でこっちに来るとすごい柔らかい。柔らかい。全然違う。全然違う。空気感が確かに違うよね。戻りたくないもんね、うん、てかもう参道だから戻っちゃダメなんだよ、うん、戻っちゃダメ。ということで針の耳無事に終了です。何度でも、何度でも、何度でも、何度でも。ちょっと途中経過の感想を言いましょうか。じゃあ、はい、犬田姫、いや楽しいです、うん、純粋に。いや通れた、無事に、うん、やっぱさ、俺がさ5合目ぐらいからいろんなもの見えたように、うん、感じたように、犬田姫も、うん、序盤からいろいろ感じてるみたいな、うん、感じ始めてるね、うん、そう感じ始めたっていうの分かりましたよね、うん、
横山さんが犬田姫がそのコメントした時超笑ったのも、あもう同じこと感じた。入った入ったって。そうなんだよ、これは感じるものだから。うん、これもすごいですね。2回目はね、また違うっていうか、うんうん、なんかね、1回目と全然違う。違うね。1回経験してから、軽いって言ってるよね、うん、軽いし、軽い。そうそうそう。なんだろう。より足に血が、地に足がつく。自分と一致、うん。そんな感じです。ね。これが本物の周波数ですよ。大丈夫？大丈夫。でもなんか結構疲れ取れたから。疲れ取れた？もう全然違う分。全然違う。この道が全部用意されてるってさ、すごいでしょ。なんか人もたくさん今見える人って私ら3人だけなんですけど、うん、全然寂しくない。そうだよ。ひっそりと全くしてない。うん。滑り台。これどうやって降りるんですか？滑る。滑るんだよ。怖いな、そこ。靴で滑りながら。え、怖いな。お尻ずらないで靴で滑るんだよ。体育座りで。うん、そこ落ちない？だから重心低くして滑ればいい。持つとこ欲しい。いい、滑ればいいそのまま。俺が持っとくからな。大丈夫大丈夫大丈夫。怖い。怖いよ。怖い。いや話いいや。怖い苦しい。怖い苦しい。閉まってた閉まってた。桜餅出るとこだった今。怖い。首閉まった。そうそう、ここは滑って楽しむとこだからね。怖いよ、だって滑った後ここ見てください、崖なんですよ。でもロープあるから。うん、大丈夫、死にはしない。ここは死なないから。転げ落ちるだけだ。転げ落ちるだけ。流れに身を任せて転げ落ちるだけだ。それもまたよ。そうそう。それも運命。最強だね。それ。ね、下に落ちてからこれで落ちて。でも偉い納得ある。納得力あります。全て計算通りですとか。すげえわ。いや今日はね、猿田彦さんではなく僕が初めて案内するっていう大役をさせてもらってるわけなんですけど、やっぱ違いますね。違う。気構えっていうか、キリッとなるっていう一面と、また新しい新鮮な気持ちと、いや猿田彦さんこんな思いで僕たちいつもねしてくれてるんだなって感じました。あ、ちょっと軽くなった。軽くなった？びっくりびっくり。さあ、ここを通りますよ、今度。一気に息切れはなくなったんだけど、さっきめっちゃ息切れしてたのに。ほら、もうなんか周波数違うんだよ。びっくり、何これ。すごい楽。雨降ってなくてよかった、今日は。うん。あ、ちょっとお茶飲みたい。うん、飲もう。雨降って地固まるだよ。ほんと、雨降って地固まる。うん。あ、お茶出し。どこ？うん。頑張ってないわ。ああ、ここ斜めやね。はい、第二のトンネル来ました。さあ、海の手来ました。山道からね。海の手まで来ました。ほら。ああ、すごいな。しょうこちゃん、見てみん、ここの上。これはすごい。ここの上、顔。お久しぶりですね。いつも撮る、はあ、来ました。ここが鬼の瀬ありです。昨日音をね、音玉して音が出たんで、今日も吹いちゃおうかな、うん、どこどこ顔。ほら目とめっちゃ顔じゃんこれ。あーでかいでしょ。ゴリラみたい。うん。え、すごい。すごいでしょ。あのキングコングや。そう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 。ああ、本当だ。おお、なんか割れ目もあるしさ。あ、ルカさん。うん？ほんの、うん、お兄さんに中で吹いていいかな。もうやろうよ。そうそう。それ絶対。そのために持ってきたよ。お兄さん
あれでも吹こう。来るなメッセージこれ。でまた帰って解読しましょう。うん、いや入ろう中に、うん。中で吹いた方がいいんじゃない。中でもちろん。うん、いやーすごいわ。これやっぱここに入ると細胞が喜ぶのが分かる。あーちゃんはちょっと俺。日も照って明るくなってきた。すっごい気持ちいいんですよね。私こう私ね地元で言ったら川西と宝塚行ったら、うん、すっごいね気持ちよくなるんですよ、うん、その感覚今あります。そうだよ。よいしょ。ここのメッセージはもう人類に向けてのメッセージだよ。うん、いいじゃん。あ、いいよ、今。いや、こっちの方がいいわ。そこいいよ。感謝をいっぱい込めて吹こう。ありがとうございました。この音だ。3つ、うん、同じ音が2つ入る今回、うんうん、来たよね。高い音が全然出なくて、うん、今日ね低い音になった瞬間ね、うん、なんかね変わったんですよ、うん、艶が出たね。あっと入ったと思って。いやなんか無理して高い音出そうとしても全然出ないから。あすごいわ。いやで低い音になった時になんか合いましたよね、うん、バチッと、うん、その音が合ってるね。あ、音階もあれなのかな。高い音とか高い低い音もあるのかな。うん、あるよ。すごい声だ。これ。それ。もう最初からこれだった。これの高い音が出たから、うん、それ吹くんだけど、高い音出なかったから、うん、で低い音したら出た。これなんだろうね、この音。それを伝えてんだよ。これ今までこのまた曲調もあんまないよね、うん、なかったね。でも心地よかった、うんうん、すごいよかった。低い音最初パーッと入った時に本当になんかね感じた。あってこの周波数のまんまそれなんでしょうね、うん、覚えててそれ、うん、撮ってもいるんですよね。撮ってる撮ってる。あじゃあ大丈夫だ忘れない、うん、絶対これ。いやありがとうございました。よしこもう一回さちょっと一番低めの音のやつもう一回弾いて、うん、あそれっていうのがあったんやな。気持ち心地いい。すごい。ちょっともっと低いもっと低い。あその辺それ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 めっちゃ合いませんこの音。あそれ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 その音すごい合ってるよここに。うんその辺すごく合いません。うん、でもこっちかな、うん。
伝わったよ。すごい。伝わって、伝わったよ、こっちも、うん、こっちもあっちも伝わった。そうそう、だから今まで音階で高い音で吹いてたから、うん、その常識で言ったけど全然出ないから、うん、低い音でしてっていうのはまた新しい技術、うん、すごいね、現代のテクノロジーを、うん、で出ないところではその音が出ない、うん、びっくりしましたね、うん、一番共鳴する音ってあんだね。あるんだね。それ探しながら吹くと、いや音階は指の形は一緒ですけど、ああ吹き方で高い音、あその高い音だと出なくて幅が出た、っていうのもあるんだね。あ彩りだよ。なんかびっくりじゃ出なかったよね。何回やって初めてやったあんな初めてやったよね。こんだけ吹き慣れてるのに、あね、全然出なかった。面白い。彩りが生まれた。違うんやろね。うん。今日は特別な日だからね、もうこれ人類の分岐点の日だよね。これ今はこう今でこう感じてるじゃないですか、うん、本当戻った時にいろいろ感じるんでしょうね。そう、なんか沖縄行った時みたいなこう癒し的 な, なんていうの、ほらでも違うよね、うん、もうお庭から出たら余計あのちょっと次元の住む世界が違う、うん、自然エネルギーのなんていうのすごいのは感じてますよ、すでに。言わない、結構ちょっとしんどいよ。あ、そうなの。俺もなんか想像以上。あ、ほんと。私大丈夫。重たさんと違うじゃん。私、いける？いける、いける。いける、いける。かまちゃんと俺がいるから。いや、ジャッパ、ここすごいね。すごい。不安定恐怖症やから、もう恐怖症とかそんなのないから、今に集中する、そうそうそう、真剣になるから。わあすごい、この鬼の歌だってあれ、これが歌ってたよ、その笛に乗っけて。
は必須だね、これから。そうだよ。さっき横山さんがね、うん、女性器って言ってたじゃないですか。うん、女もね、うん、その女性器から生まれてくるんですよ。そうだよ、神聖なものなんですよね。そう、賛同。気をつけて。まあ無理だ。無理？まあでも角度がねありますもんね。ここにさ座れないよ絶対。無理無理無理。角度的に。すごい滑り落ちる。すごいですね。だから当初覚醒したようなスターウォーズで。空中浮遊するシーンあったけど、あれは本当はしてて、これ立ってさ、上に手がってついてさ、落ちないように何時間も修行したすごいでしょ、この場。修行というよりもやっぱ遊んでたんじゃないですか、誰が長く持ちこたえるかみたいなすごい心地よはず。はエネルギーすげえよ。本当ふえふえ来たんやけど、無理ね。ちょっと登り方がここまでよく来ると、すごいですね。気をつけてください、ね、このカメラどうなってるんですか。すごいですね。これ勝手に横山さん追っかけるとかないですよね。いや、それはしない。すごい、なんか手首動かすと手首の角度で動いたりする。面白い。これだとあの振動がさブルブル吸収するから、うん、画像が安定する。いいですね、うん、あの低い音すごい良かったよ。合ってた。うん。ああ、結構低い音もあるんだってちょっと教えてもらった。そうだね。奥行きが出たよ。高い音ねってほら固定概念がさらに感じた。うん。きっと毎回発見があるんだろう。お尻からエネルギー入るから。いや、さっき鬼の座り行った時はマジ笛吹いてって言われたよ。あ、ちょっと電話出ていいですか。うん、そうそう、もっとね。あんな岩とかさ、もう意図して作ってるしか考えれないよ。上行けば行くほどそれがよりそういうスポットがあるんで、マジで秋ちゃんに曰く鬼の背ありよりも最初の針の耳の方がすごい、うん、すごかったね。あそこでだから選別してるっていうか、うん、古い周波数かなり落ちるんだろうね、うん、人間の周波数落として。もうお地蔵さんかなあれ、うん、めっちゃ怖かった。やばい、すごい怒ってる。でもこっちの、うん、渡った後はすごいなんか平和、うん、柔らかい、うん、ね、なんかお地蔵さんの数も違うしね、うんうん、全然違う。結界かな。そうそうそう、そんな感じですよね。だからあれが本当あそこ行かないと意味がないっていうか、うん、行きますか。
やっぱこれ噴火する前はじゃあ平らだったって感じるってこと？何を？そういう真実を分かってくれてありがとうって、うん、言ってる。だから私すごい楽になった。そうやってもうどんどん分かってって言ってる。へえ、本当、うん、すごいね。分かってもらえないか分かってって。へえ、私の体力を回復してくれた、うん、ありがとうって。へえ、こっちそれ、うん、ちょっとまあこんくらいだよ。大丈夫。いや滑るけどロープ掴みながら。うん、の帰るとき滑った、うん。滑りながら降りればいいんだよ。情けねえ顔してた。いやこの岩すげえな、改めて来て。すごいよ。こんなの意図的にしか作ってないよ。なんか岩が。なんてここから試練与えようって言われたの今。ここから試練与えよう。したら、あきちゃん、なんで言ったの？そんなのいらんよって。ここがね、だいたい5合目ぐらいですね。あー、気持ちいいな、やっぱ。穏やかだよ。石仏になった気分、うん、仏の仕業になった。なんかほらこう埋まっている仏様ってこう岩に埋まってるじゃないですか。こういうここに自分が入ってるから、うん、石仏になった気分。じゃあ俺も最後ちゃんも行く。石仏に妄想なんですよ。そうそうそう、妄想の世界だから、その妄想の世界が崩れ落ちてんだよね。経済も妄想じゃん、恐怖心とかから、うん、ないんですけどね。そうだから本当の世界が現れるってことは、あの妄想の世界が崩れてなくなるってこと。なるってことですよね。でも崩れる前に一回周波数が出るから、うん、そこがね、本当にあるものしかなくなるってことですよね。うん、でも本当にあるものがこんなに揺るぎなくあるんだからさ、うん、何も心配になることないよね。でもさらにこの岩を置くっていうのがすごいじゃん、ね、あー、尾根来た。ちょっと休憩。はい、あ、ここちょうど、うん、はあ、もうだいぶ来たね。だいぶ来ましたね。あともうちょっと、今7合目に着きました。あともうちょっとで襲名式の場所になります。すごい、暑い、ね、結構汗かいて。これすごい、よかった。どこが一番、うん、あ、ほう、開けたら1111。お、来たじゃん。エンジェルからのしょうこちゃん来てるよ。エンジェルメッセージ来ました。今日は犬田姫のために俺たち集まってくかな。犬田姫が1111ってある？あるよ。2020年3月3日。なんか見られてる感じがするらしいです。7号目です。ここない？ん？ほんと？どっから？ほんと、アキちゃんそんなの分かるから。だけどこの前僕は分かんない。やったでしょあそこで、あの YouTube で見てたけど、うん、あそこでそんな感じ、うん、なんか見てるよね。動物かなって思ったけど動物いないよ。動物いないよね。アキちゃんと来るとこうなります。11月11日、11時10分来てるよ。11月1111数字って
じゃあ一日一日はメイクアウィッシュ、願いが叶う瞬間。そうなんだ。俺は去年ずっと見てた。ずっといつも毎日のように11時10分見てて、いつもスクリーンショットした。メイクアウィッシュだよ。俺も昨日寝る前、そういや夜11時10分だったな。行こう。空気感変わったね。ね、変わりましたね。ガラッと。あの安倍氏の滝の3段階変わるあの、すると、この辺りちょっとこう最終段階来てるね。細かいですよね。きめ細やかに調整されてない。エネルギーの空間を、あのさ、台座の場所も絶妙なところにあるよね。うん、真南向いてんだよ。真南か。うん、真南向いてんの、あれは。あの真南っていうのがまた意味があると思うわ。今旧神戸の台座の上に到着しました。霧がすごくて見えるかな、映ってるんかな、これ。霧が結構すごくて、すごい神聖な空気が出てます。あそこ見える？今。あ、本当だ。あそこ。あきちゃんおめでとうございます。はい。着いた。よし。休憩しましょう、一回、はい、ここで。ここね、世界の頂点だから。地球のお立ち台ここ。感じて、バック置いてってよ、バック。どう？いや、なんかすごくやっぱ座りやすいですし、うん、なんだろうね、世界を感じない？うん、なんかね、いつもと感じるこう横じゃなくてこう縦にこういう感じ方しますね。うん、地球もこう感じるし、うんうん、今までとこう感じ方がこう違うでしょ。こうだったのが本当こう。地球の感じ方が。ですね。お尻は冷たいけど。ああ、その冷たさがエネルギーだよ。地球からズーンと来るから。受け止めて。完璧用意された台座。ここ座ってみたかったんでね、夢かなって嬉しいですよ。もうすでに具現化してますね。してるよ。ありがとうございます。条件が揃わないと来れないから。ああ、そうよ。だからやっぱ感謝ですね。ありがとうございます。ストーンサークルの真ん中だからね。地球ピラミッド、国先、そのさらのさらに頂点、頂点だよ。こっから世界に意識を伝播させるから、こっから渦が出たってことですね、地球のね。うん、ここでブッダとか修行座ってたっていうのは本当の話ですか？本当じゃないよ。あ、こうなんだろうって感じたってことだろうっていうか、分かる。私も今分かりました。でしょ？感じるでしょ、うん、空海と仏体と。絶対座ってた。で、同じことを考えてた。それは感謝してた。感謝と、あとこう多くの人の幸せというか、そう、ね、願ってましたね。同じ入ったよ。いや、今ね、座ってたんだろうなっていうのを感じました。 それがカマちゃんもこの前落ちて翔子ちゃんに伝えたかったことだよ。俺もそれを伝えたかった、うん、ここでこう記念してたんですね。そう、だからヘリコプターでここに来てもダメだし、うん、ちゃんと通過儀礼を渡って用意していただいてるから。そう、古代の人たちというか愛のエネルギーで、だからそれを通過儀礼をしっかり、そういう意識でね。ああ、今ね、私がそういうちょっと数秒前に感じた、本当に。だからここ座ったら俺たちの言うことを言わなくても通じちゃうんだよ。あと、何ですか、あのここに多分こうやって同じ、私ね、ありがとうございますってこうやってしたんですよ、うん、その瞬間、重なったんですよね。そう、それが中今、古代の意識に触れてんの。
かもここに座ってずっとこうやって記念してたそうのとパッと重なって、うん、私もそう思います。 そこが意識つながったんだよ。あでもね、やっと2人が言ってる意味が分かりました、うん、そう来なきゃ分かんないでしょ。ほんとおめでとうございます。おめでとう襲名式すごいね、嬉しいね。嬉しい。ああ、すごいな、ほんとだ。ちょいちょい止まるね、さっきから。うん、そして霧がない。霧がなくなってきた、うん、ほら、また吹き出した。こんなもん。怒ってるからね。怒ってる？何に？何を言っても聞いてくれない。これは何？これは何？あ、そう。ん？これ裏が男の人がいて、うん、表に女の人がいるんだけど。あ、本当。うん。ね、うーん、じゃあで出してる意識も違うってこと？うん、全然違う。こっちすっごい優しい。今私お邪魔しましたらいらっしゃいって女の人が、でこっちは男の人が、うん、何も分かってない、何も分かってないってめっちゃ怒ってる。うーん、でこっちは女の人が優しい。あ、そういうことか。おお、やっぱりこれはこっちは女性なんだね。すごい、あの包み方がやばい。どう座ればいいんだ。座禅？女性に対してあぐらをかくのが失礼かなと思うので、足が思うことかな。だから寝た方がいいんだよ。うん、女性の上に。ああ、そういうことか。男性は女性のね、ところに行けばいい。じゃあ、お祝いに一曲。感謝と記念がここに残ってるんだよ、ね、そうだよ。犬田姫に捧げる曲。2つ、
音、うん、この2つだけ、うん、再確認というか、もう嘘の時代は終わって、3月8日から本格的に陰の時代始まりますけど、もう自然体でっていうこの周波数でいいんだっていう確認を再度させてもらいました。もう説明言葉でできないんですけど、うまく説明できないけど本当に感じてます今自分自身が。じゃあ、今度ここの今の感じたものを音に表してみます。3つです。これしかない音は。ありました。はい。もうこれ以上のメッセージないんやないの。今の音しかなかった。犬崎子が台座に乗り下ろした音玉は無譜みよ、数玉22番、縁外側、次元数4、新しいよ、無踏みよをカタカムナの思念読みで読み解くと、広がりゆく意識の世界で根源から放たれた変容のエネルギー、それは弥勒の始まりで万物に宿る生命エネルギー、無踏みよ、広がりゆく意識の世界で根源から放たれた変容のエネルギー、それは弥勒の始まりで万物に宿る生命エネルギー。「夜明けときた」
夜明け？今のこの地球は夜明けだって。光がすごい差し込んできて、なんかすごい危機に感じるけど、これは 夜明けだって。笛でもそういうニュアンス来てるかもしれない。ちょっとまだね、解読してないかわかんないけど、恐れることじゃなくて、これは夜明けだってね。ここから始まるんだよ。その前に座ってた空海とかブッダよりもっと前に行ったら、そのレブリアのね、半霊半身の、スピリチュアルもここに残ってるんです、それを感じてたんですね。行こうか。シンクロしか感じない。もう完全にピタッと一致した。もうね、これで大丈夫っていうのも感じた。あと俺、もう一致だけ。何も違和感がなく、一つだから。何のズレもないね。絶景ですね。絶景。今日相当綺麗。どうですか。そう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 。こっちがここに見？あれ大分空港かな。すげえよ。声が響く。四国？なんかあっちの山の人も声聞こえそうだ。ほらあそこすごいね、山がゴボゴボって。あ、本当だ。出てんじゃん。なんかあるんだろうね。あ、本当だ。もう万里の頂上って言ってたよね。あれ仏様じゃないの？こういう形してる。そうだよ、もう全部こう造形、あっちもほら造形。山が露出してさ。すっごい、これレムリアだよ。ちょっとこれすげえわ。うわー、本当だ、響く。ほらあれもすごいでしょ、あそこ。これなんかあのフィリピンで見たチョコレートヒルズみたい。まあ似てるとこ、似てないです。あそこすごくない？あのヤバ、ね、みたいの。本当だ。おー、要塞でしょ。本当だ。もう要塞だらけ。綺麗だな。はい、翔子ちゃん。はい。感想を。あ、感想。うん。あ、ずっと撮ってました。撮ってるよ。登った感想。いや、もうね、最高ですね。景色も絶景で、すごいいいし、やっぱずっと気持ちがいいですし、二人が今までこう言ってたことを。の意味がやっぱ自分も登ってみて初めて分かりました。あ、本当にそうだなって思いながら登りました。なんか登る前の自分と登った後の自分がちょっと違うでしょ。なんか変化感じる？感じ方、こう違うっていうのは今パッと出てこないですけど、でもさっきあの台座に座った時に本当にこう自分もありがたいなと思って縦につながった感じがして、ありがたいな、ありがとうございますってこう手を合わせた瞬間、パッと過去に祈ってた人と自分が重なる感じがしたんで、二人もそうやって言ってたのを後から思い出して、これかって、はい、それを感じましたね。本当だみたいな。多分あそこでずっと多くの方の、ね、幸せをずっと誰かが記念してたんだなって。地球の安寧をね、はい、祈る場所だったんだろうなっていうのを自分もやっとこう、感じて分かりました。曲
今日も地球の安寧に祈ったからね。ですね。いやありがたいです。今ね、本当感謝しかない。ありがたいっていう気持ちがどん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 頂上に近づくにつれて込み上げてきて、もう今最高潮に幸せです。うん、だからそうです、登る前と幸せ度が全然違う。そうだね、感じ方がさ、はい、今の幸せがパチッときたね。ありがたい。中今の幸せが中今入ったよ。ありがたいってもうずっと言い続けたい気分。中今入ったよ。中今っていうのは感謝のエネルギーが永遠と続く、うん、で続けば続くほど渦が大きくなって、そういうことを古代の人たちはずっと共通して、みんな共通意識で、うん、お疲れさまでした。お疲れ様です。どうですか、体力的な面は。結構きついね。けどね、休み休み行けばそんなに ね、うん、帰りはちょっと危ないから、うん、一般道で帰ろうか。あ、一般道ある、舗装された道が。あ、そうなの。うん、あきちゃんどう、それでいい。うん、そうね、うん、うん、そうしました。いや、絶対来た道で帰りたいなら帰るけど、ちょっと雨降ってるから。そうね、ちょっと危ないかも。うん、行きは来れたから、なんとか。すごいね、この山。完全作られてるよね。でもこういうのも珍しくない？こう湯気がずっと、湯気っていうのかな、うん、霧みたいなすごい立ってるの。ないない、俺初めてね。え、まあ3回目だけど、うん、あんまないよね。ないと思う。なんだろうな、雲もおかしいし今日、うん、でも雨は降らないよね。雨は降らない。でも気持ちがいい。こんなにさ、霧が雲になっていく情景ってなかなか ないない、見えない見えない。霧が雲になってるのかは分かんないけど、うん、いや俺ね、今思う、今ここいるから今何も感じないんだけど、うん、よく思ったらずっと見られてたと思うよ。うん、見られてる感もある。そしてさっきのところが一番強かったな。どこ？さっき熊がうるっていう感じのところ、うん、もうそうだし、なんか悪いあれとかじゃ全然なくて、見守ってる、見守ってくれてる感じがあまりにも今日強く感じすぎたから俺怖かった。あ、本当に。今はもう今何もないから、さっきめっちゃいたんですよ、ずっと、ね、今日は特にほら雲もおかしいし、今から雨降りだすよ、うん、終わったから、うん、私大体行く前に雨が降って、その時は雨降らんで、その後雨が降りだす。カッパ持ってきた。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでした？最高でした。最高でした。なんか最後この階段降りてる時に、なんか本当自分が素だなっていう感じがしました。一致したんだこれ、うん。なんかこうこのズレが飾らないし、本当のありのままって、あ、素って言葉がぴったりやなってなんか今感じました。すっきりしたね。すっきりしましたね。無価値観とか罪悪感は今ないですか？忘れてたね。忘れ、もうないんだよ。異空間だったね。うん、楽しかったです。何回来ても。何回来ても。うん、僕は今日2回目でしたけど、うん、1回目のような興奮はないけど、うん、まあ、再度確認というか、うん、いろんなこの1ヶ月で周波数としてさらに強く確認させてもらいました。うん、学びがこんなにあるとはね、思わなかった。ね、登るだけでね。うん、感じることもすごい多かった。そう、どんな本よりも誰の言葉よりも一番行けば学べるっていうか、自然が一番教えてくれるっていう。そうだね、人見ちゃダメなの、うん、人見ちゃダメなんです、本当に。人は狂うからね、うん、ここでチューニングしていけばいいと思うんだよ、うん、ね、いいですね、うん、正式襲名、異世界っていうのがよくわかります。うん、違う世界に降りてきた、うん、あとはね、この今の混乱してる地球がね、うん、早くこう、まあ夜明けってメッセージ来たからね、うんうん、これが夜明けだよっていうね、うんうん、音玉も今日3つ落としたのかな。3つですね、結局3つ、3つ、うん、で最後4回目は感謝を伝えたから、うんうん、でもまた最終的に同じ音になった、
すごいあそこでシンクロの共鳴感じだね、うん、ちょっとそれも帰って読み解いてね、はい、またすごい言葉が来てると思う。早く今日すぐ読み解けるから ね、うん、そうそうそう。じゃあおめでとうございました。ありがとうございました。無事にね、今日本当無事に最後までこうやって終えることができて、できた、ね、それだけで今ね本当幸せです、うん。おめでとうございます。ありがとうございました。よかったね。連れてきていただいてサポートもたくさんありがとうございました。お疲れでした。お疲れ様でした。無事ね着きまして。着、はい、ました。今、はい、駐車場着きまして、うん、今日はね、うん、なんか3月4日、うん、初馬祭、なんか馬のお祭りみたいで。うん、下戻ってきたら分かったんですけど、うん、なんかね、お接待、お接待でなんかご飯いただいて、うん、いただきましたね。この後打ち上げしようって横山さんと嫁と4人で思ってたら4人分もらってね、うん、これ作らなくていいじゃんって本当ね、もうそういうね、そしてね、うん、上でね、うん、馬を見たね。そう、馬が雲、うん、雲でペガサスみたいなのが上に登ってったね。登っていったのをアキちゃんが見てて、ね、馬だとか思って下降りたら馬のお祭り、お祭りやったね。ちょっと後で調べてみよう、後でまた調べて何か、なんかあるんだろうね、うん、あるんでしょう。そしてこんなにいっぱいの、そう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 、人数ももらって、縁起物もらってありがとうございます。今からいいこといっぱいあるね、はい、いいこといっぱいあるって言われたんでしょ。そしてまたいいこといっぱいあるって途中で、うん、じゃあいつものあれでいきましょうか。終わりますか、はい、じゃあいきます、はい、せーの、感じるか。もう2回、3回目何回、もう何回もしてますずっと。だんだんだるくなってくるね。突っ込むのだるくなってくる。横山さんも合図しなくなる。前はこうしてたけど、もうなんかしなくなって。今日3回目だから。もういいよ。もういいでしょ。はい、じゃあ行きましょうか。はい、せーの。受け取るか、受け取らないかはあなた次第です。また国東弥勒で4月の5日、4月の26日に国東超古代遺跡ツアーを企画しています。大分の奥深くに隠された超古代遺跡を巡る日帰りツアーです。地球の根源とつながっている北緯33度、その中の鬼が仏になった里、国東。国東をカタカムナの思念読みとさまざまな角度で読み解くと、無数の要素を中心に引き寄せ、圧力によって陰と陽に引き離し、陰と陽の世界を2つに分ける宇宙と地球の架け橋となります。この国先は地球ピラミッドの頂点でもあり、半島自体が人間の消化体の形をしています。この謎大きい国先、2020年3月20日よりマヤ暦の暦によると陽の時代から陰の時代へと移り変わっていきます。それはまさしく陰の時代の中心となる国先を示しています。この国先の地は古代遺跡の宝庫なのです。陰の時代になると今までの虚像の文明は崩れていき、真実の姿が現れてくる時代でもあります。そんな時代の大きな転換点に聖地国東のパワーを肌で感じてもらうツアーになっています。僕たち国東弥勒がその聖地をご案内させていただきます。2020年は何かが起き始めています。ぜひあなたの参加をこちら世界でお待ちしております。